保定の大仏案内版大仏と、名鉄犬山線。保定の大仏は、愛知県高南市木賀町大門にあるコンクリート製の、住居一体型薬師如来座像である。高さ18メートル。1949年、当時名古屋市で旧市を営んでいた、前田秀信が、無国により大仏造流を決断、独力で造像を進め、5年後の1954年に、完成した。 像は高さは18メートル、コンクリート製のロザである。像工は、奈良の大仏として知られるなら、東大寺大仏殿の本村像よりも2メートルほど大きく、個人所有のものとしては、最大級の仏像である。参道入り口の石氷は、御嶽薬子尊で、基礎御嶽山信仰をもとに造立されたものである。なお、大仏の後ろには、お皿ら治療院という治療院が、 併設営業し、大仏と建物は完全に一体となり人が住んでいる。現在は周辺に住宅が立ち並び大仏のみが目立つが、混流当時は、周りすべてが田畑で遠くからでも、住居一体型の大仏という異様な光景が際立っていた。この大仏が有名になる以前は、保定の大仏といえば、布袋町南の木造阿弥陀如来座像のことを指していた。 近年、テレビ番組等で取り上げられるにつれこちらを指すようになった。正確には、ホテ町ではなく木賀町にある。周辺には、桜が植樹され、春になると、ライトアップが行われる場合があり、見物客が来ることもある。近くの踏切から見ると、角度によっては、警報信号機がサングラスに見えるため、信行対象よりもチンスポット見たさの見物客が、たまに訪れる。 また、テレビ番組の、江南市特集や、奇妙な光景特集などで取り上げられることがある。名鉄犬山線、保定駅江南駅間で、列車の車内からも西側に眺めることができる。大仏の反対側から、列車と大仏を絡めた、鉄道写真が撮られることも多い。また、同駅間にある踏切の踏切警報器と大仏の目元が重なって、 サングラスを着用しているように見えることがインターネット上では大となり、サングラス大仏という通称でも親しまれている。ありがとうございます。